んです。みんなはお部屋の暖房何度に設定してる？省エネの決め手はなんと20度。それは寒いよって思うでしょ。でも実はこんな工夫で地球も私もニコニコ省エネ。カーディガンを着て膝掛けをかけて靴下を履くとこんなにあったか。日中は日差しを取り入れてお部屋を温めておくといいのよ。カーテンは厚手にして床まで届くようにすると暖かい空気を逃がさない。暖房の節約にもつながるの。例えばいつもの室温より2度下げて20度で設定して冬を過ごすとこんなに暖房費が節約になるんだって。無理のない範囲で省エネに取り組もう。